はい、今回はですね、先週に引き続きルセラヒムがカフェで働く企画の動画をですね、取り上げていきたいなと思ってるんですけども、とても面白かったので、まだ見てない方は下に貼っとくので、ぜひそれを見てからこの動画を見てほしいなと思います。いやーね、先週はまあカフェのバイト、コーヒーの作り方とか、デザートの作り方をですね学んだということで、今回実際にお客さんを入れてのカフェ体験ということで、すごいドキドキしましたけどね。はい。で、実際ね、お客さんオープンして、お客さんが入ってくるっていうことなんですけども、まあ最初はね、あんま来なくて、とても順調だと。うん。もっと来いよと。ね、すごいね、あるあるだなと。アルバイトあるあるだなと思いました。こう、最初、私たちうまくいってんじゃんってね。ただそう言ってる余裕をぶっこいてると、お客さんがたくさん殺到して、もう注文がわちゃわちゃなって、もうパニックになるっていうね。ああ、もうこれね、アルバイトしたことがある人だったらですね、すごい共感できることなんじゃないかなと思って、あ、わかるわかるなと、あるあるということでね、そこも共感できたわけなんですけども、はい。まあその中でもですね、まずチェウォンですね。その練習の時はもうポンコツだったじゃないですか。なのに、こう実際ね、実践ではすごいうまくやるっていうのがね、さすがだなと思いましたし、びっくりしたのが、チェウォンがこの、コーヒーとかデザートをお客さんにね、提供するところがあるじゃないですか。そのところがすごい様になってるなと思いました。まるで本当にカフェ店員かのようにね、振る舞ってるなと思いましたね。じゃあもう、いずれ将来はですね、カフェをですね、経営というか、まあ、お店を作ってね、自分のカフェを作って働いてね、いいんじゃないかなと思いましたし、もうさすがでしたね。うんち。さすがです。これはもう、できますね、うんちは。もう、容量がいいし、賢い。うん、やっぱこう、状況を見て、考えて、何をすべきか、どのようにこう、組み立てていくかっていうのが、やっぱ瞬時にね、判断できる子なんだなと思ってね、さすがですね、仕事も正確で早いですし、状況を判断できる。やっぱ考えてますよね。こういう人がやっぱ仕事できるっていう人なんですよね。飲み込みが早いですし、焦らないですよ。うんち、頼りになりますね、うんち。ルセラのチームでもそういう感じなんですけども、やっぱ仕事させてみてもそんな感じなのかと、さすがだと思いましたし、次、さくらはですね、やはりこう、ね、賢いというか落ち着いてますね。落ち着いてて、的確で、すごいなと思ったのは、デザートの方がね、大変だと思ったら、自分はカフェ、コーヒーのとこだったんですけど、こう、何か手伝うことないっつって、こっちにね、入ったデザートを手伝うっていう、さすがだなと思う。ベテランですね。状況判断能力も高いですし、いやー、落ち着いてるなぁ、いいなぁと思いました。そしてですね、このユンジンとカズハはもうこの、ね、レジの注文取るとこ良かったですね。二人のこの、人の良さ、人柄、性格、そういったものが出ててね、すごいいい接客だったと思います。ただこの二人が、こう、お互いにこう、注文を取り合うことによって、こう、注文が混乱していきましたよね。どっちか片方が取り続ければよかったのかなと思うんですけど、こう、混乱していきましたよ。で、誰が誰だか分かんなくなっていたです。でもまあ、あるあるだなと思いましたね。はい。あれ、これは言ったのかとか、あれ余ってるぞってね、わかります。で、クロッフルが2つ余った時はもうハラハラしましたよね。ああいうことってありますよね。こう、あれ、お客さんなんか欲しい人は、待ってる人はいなそうだけど、なんか、二つ料理が余ってるみたいなね。あるあるだと思います。しかもこのクロッフルね、上にアイス乗ってるから早くしないと溶けるんですよ。もう、ハラハラしました、見てるとき。わ、大丈夫かと。わぁ、二つと料理が余って、なんか、で、でもよかったですね。もうウンチェとね、チェオンがね、もう実際に、ホールを回ってね、クロッフル来てない方いませんかっていう。そこのその臨機応変さはね、すごい良かったし、やっぱそういうピンチの時にそういうことができるかっていうのも大事だなと思いました。はい。そしてですね、まあ、結局ね、ルセラヒムこう、順調に行ったかっていうと、そうではなくて、やっぱりこう、ね、
混乱して大騒ぎにはなったと思うんですけども、そこでやはりこの、それぞれが考えてできることをそれぞれやってて、こう雰囲気もそんなね、こうピリピリとか焦ったりせず、こうみんな楽しそうにやってたっていうのがね、良かったなと思います。もちろんね、お客さんもね、お金払ってるわけじゃなくて、多分あれ無料でね、動画使わせてもらう代わりに無料で入ったっていうことで、まあちょっと寛大だった面はあるとは思うんですけども、このメンバーのこの、混乱した、自分がいいなと思ったのは、混乱した時のこのチームワークが良かったなと思ったんですよ。やっぱこう、チームとか何でもそうですけど、こう、波ってありますよね。この、いい時もあれば悪い時もある。ただこの悪い時にやっぱどう振る舞うかが結構大事かなと思うんですよ。こう、そこ人間性とかが出るなっていう。いい時はまあみんないいですけど、こう悪い時、ここをね、どうしのぐかっていうのが大事。で、ここでやっぱりこう、メンバーの人柄というかチームワークの良さがね、出たかなと思います。こう、やっぱチームってやっぱね、こう、みんなの長所を生かして、こう、短所を補い合う。そして一つになって、こう、目標に向かってっていうのがやっぱチームだと思うんですけど、ね、それぞれのこう、長所を発揮して、カバーし合って、そしてこう、一つの目標にこう、向かっていく。いいチームだなと思いました、これを見てね。はい。いい企画だったんじゃないでしょうか。はい。そしてですね、印象残ったのは、やっぱりこの、カズハとユンジンの最後、こう、仕事が終わったのハグですね。ここに、やっぱこう、いろんな、ね、気持ちが現れてたんじゃないかなと思います。こう、決して、ユンジンとカズハは、こう、上出来だったとは言えないと思うんですよ。やっぱこう、混乱してしまったと、やっぱ自分たちのこう、オーダー。ただ、ここで、やっぱこう、納得しないけど、お互いこう、慰め合ったっていうところがね、ああ、よかった、ね。でもこう、初日にしてはこれ上出来でしたよね。これみんな本当よくやった、ね、経験者もね、いない中でよくやったと思います。はい。ですし、まあね、はい、ユンジン川沢は本当人柄も良くてですね、いい接客だなって思いました。はい。ですね、この企画を通して、やはりこのルセラヒムのこのチームとしてのまとまり、チームワークの良さがね、見れたっていうのがやっぱ一番ね、この動画のね、良さだったと思いますし、この企画面白かったですね。はい。このメンバーの経験にもなりましたよね。こうやって実際働いてみるっていうのね。はい。ということで、メンバーの経験にもなりましたし、見てるこっちもですね、ルセラのチームワークとかが見れてですね、非常に、興味深い企画だったんじゃないでしょうか。はい。ということでですね、もう一個ですね、サクラとチェオンがですね、爬虫類カフェで働くっていう動画もあるんでね、そちらも貼っとくので、そちらも興味深い、頑張ってますのでね、見ていただきたいなと思います。はい、今回は、ルサラヒムがカフェで働く、動画をですね、取り上げさせていただきました。とっても面白かったです。以上です。